お弁当箱、いつもと違う？ふっふぅ、よくぞ気づいた。見て、なんか、取っ手みたいなのがついてる？うん、これはね、メスティン、キャンプの道具なの。このまま火にかけられる優れものなのです。えっへん。へえ、すごい便利だね。そうだ、化学室でバーナー借りてこようかな。そしたらこの唐揚げも出来たて同然のほかほかに。くふふ、ほら、よだれよだれ。はっバーナーはやめなよ、もし倒したりしたら危ないよ。この間の実験忘れたの？化学室のカーテン焦がしてなかった？あれは不慮の事故というやつで。はるちゃんはすぐ危なっかしいことするから心配だよ。とにかく火には気をつけようね。大丈夫だよ。そうだ、火といえば先週焚き火デビューしたんだ。焚き火？一人で？ううん、隣のクラスのいぶきちゃんと二人でだよ。あ、いぶきちゃんって B 組の犬原さん？うん、火って見てて全然飽きないんだよ。楽しかったな。まず二人って仲良かったんだっけ？ううん、いぶきちゃんとは初めて喋ったんだけど、いい人だった。っていうのもね、私ってばキャンプしに行ったのにテントを忘れちゃってさ、偶然出会ったいぶきちゃんに助けてもらったんだ。二人だけでキャンプ？キャンプっていうかブッシュクラフトなんだけどね。あ、ブッシュクラフトっていうのは自然の中で暮らすための知恵とか技術のことだって。いぶきちゃんに教えてもらったんだ。ふーん、二人で暮らす、そうなんだ。そうだ、私は今週も山に行こうと思ってるんだけど、かすみちゃんも一緒に行かない？ああ、アウトドアとかあんまり好きじゃないよね。無理しなくて全然大丈夫。行きます。え？私も行きます。わー、びっくりした。嬉しいけど、ちょっと意外。確かにアウトドアはちょっと苦手だけど、はるちゃんのことが心配だし。その、井ノ原さんと二人きりっていうのは。もう、かすみちゃんは心配性だな。よーし、じゃあ土曜日は山に集合ね。疲れたよ。かすみちゃん、おーい、やっほー、こっちこっち。おい、そこうるさいぞ。あ、いぶきちゃん、おはようございます。こちらはかすみちゃん、ブッシュクラフト体験希望者です。え、ブッシュクラフト？またあんたか。しかも一人増えてるし。よろしくね、井ノ原さん。隊長、早速ですが薪割りを教えてください。断る。というか隊長じゃないし。私は静かに過ごしたいんだって言わなかったか？あ、言ってたかも。あと前回も話したと思うが、野営するならちゃんと土地の所有者から許可を取れ。あ、そっか、それもこの前教えてもらったよね。ごめんごめん。この山の所有者ってどんな人なの？うちの学校の学園長だ。え？そうなの？そうだ。けど、だからって無断で使っていいわけじゃないだろ。それは、確かにそうだね。学園長には私が軽く話しておいた。改めて週明けにでも話をした方がいい。わかった、そうするね。教えてくれてありがとう。あんた、今日は忘れ物してないんだろうな。今日はバッチリだよ。もしかして心配してくれてるの？嬉しいな。心配じゃなくて、また迷惑かけられて困るのはこっちだからな。そっちのあんたは？私はテントを持ってきたよ。ワンポールテントっていう種類で、うちにあった古いものだけど、
さんのはどうなの？ふっふっふ、今日はね、じゃーん、ハンモックを持ってきました。ハンモック？うん、今日はハンモック博に挑戦するんだ。ネットで買った安いやつだけど、評価が全部星5つだったからきっと大丈夫。それ逆に心配なやつだよ。ハンモックか。いぶきちゃんも一緒に。いや、私はもう行く。あ、はるちゃん、暗くならないうちにひとまずテントとか設営しちゃおうか。うん、そうだね。はるちゃんはペグを打つのにハンマーを使わないんだ。うん、そこら辺に落ちてるちょうどいい重さの木の枝があればペグを打てるって。いぶきちゃんが、あ、ペグ抜けた。大丈夫？はるちゃん、あれなんで？はるちゃん、ペグを打つ方向が逆だよ。え？テントの内側に傾けて打つんだよ。そうしないと風で飛んじゃうんだって。ああ、そっか。さすがかすみちゃん、ちゃんと予習してるんだね。うん、実は私もその失敗は経験済みなの。今はるちゃんの打っている分で最後の一本だね。ふう、これで大体終わったかな。今度はポールが折れちゃった。このテントの大黒柱なのに。大丈夫？怪我はない？うん。はるちゃん、さっきからちょっとぼんやりしているでしょ。うん、そうかも。やっぱり私、いぶきちゃんと話してくる。でも井ノ原さんは迷惑かけるなって。追いかけない方がいいんじゃないかな。でもこのままだといぶきちゃんが楽しくないかも。え？ちょっと行ってくるね。放課後サバガール。いぶきちゃん。なんだ、ハンモックなら別のところに吊るせ。私やっぱりいぶきちゃんと一緒にブッシュクラフトとか焚き火がしたいんだ。だから迷惑かけたことごめんなさい。どうした？急に。いぶきちゃんも楽しみに山に来たはずなのに、このままじゃ今日を楽しく過ごせないのかなって思って。自分だけ良ければいいってことじゃないよね。ああ、いい心がけだ。人に迷惑をかける奴は大抵自分のことしか考えていないからな。もうそれはいいよ。設営はうまくいっているのか？うん、実はさっきテントのポールを折っちゃって。あんたはまったく、いつも何かしらやらかすな。かすみちゃん、はるちゃん、井ノ原さんも。ポールが折れたって？うん、これなんだけど。これは治らないだろうな。ごめんね、かすみちゃん、私が壊しちゃって。いいよいいよ、うちの物置にずっとあった古いものだし、お父さんもちゃんと使えるかわからないって言ってたから気にしないで。これを使え。これってノコギリ？ここにはポールの代わりになるものなんていくらでもあるだろ。あ、そっか、木。ちょうどいいサイズが見つかるといいんだけど。私取ってくる。あ、はるちゃん。想像しいやつだな。持ってきたよ。早速切っていこう。かすみちゃん、そっちを押さえてくれる？うん。
大丈夫だよ。あんたら何やってんだ。これでよし。このテントなら中央に一本ポールがあれば立てられる。地面に少し穴を掘ってそこに枝を立てるんだ。やってみろ。じゃあ私中から枝を立ててみるね。よいしょっと。ロープはこれでいいのかな。大丈夫？いけそう？外側は大丈夫そうだよ。うん。すごい、木の枝で本当になんとかなった。いぶきちゃんありがとう。ペグも打ったよ。やったー、テントの設営完了だ。はるちゃんのハンモックも早く設営を終えちゃおう。手伝うよ。ありがとう、助かるよ。じゃあ私は行くから。あ、はるちゃん、ハンモックも設営を終えたらテントの中入ってみる？うん。お邪魔しまーす。おー、意外と広いね。頑張れば二人でも眠れる広さかも。はるちゃん、井ノ原さんにちゃんと話をしてくれたんだね。うん、あのままだと嫌だったから。そうやってどんどん新しいことや人と関わっていけるのってすごいな。私ってすぐドジとか失敗したりするからさ、失敗の数よりも多くのことに挑戦していこうって思ってるんだ。そっか、私も見習いたいよ。私はなかなか新しいことにチャレンジできないもん。でも今日テント立てたのは一つ新しいチャレンジだよね。そうだね。しかも木の枝でね。ここにいると新しいチャレンジばっかりかも。うん、だから私ワクワクする。かすみちゃんも何かやってみたいことがあったら教えて。うん、わかった。おい。あ、ひぶきちゃん、もしかしてうるさかった？いや、これから焚き火やるけど。私たちもいいの？来るなら来い。うん。火って落ち着くね。だよね。いぶきちゃん、呼んでくれてありがとう。もうこれ以上勝手なことをされても困るし。大丈夫、しないよ。もう迷惑かけないから。うん。はしゃぐ気持ちはわかる。私も初めて山で過ごした時はそうだった。そっか、なんか意外かも。と言っても小さい頃の話だ。私はおじいと一緒によく山で過ごしていた。こっちへ越してくる前の話だけど。いぶきちゃんのおじいちゃんってどんな人？おじいはマタギなんだ。熊狩りが得意で山のことをよく知っている。私もよく山に連れて行ってもらって山菜採りとかを教えてもらっていた。将来はおじいみたいになりたいと思っている。いぶきちゃんがたくさん話してくれて嬉しいよ。それでそれで、もっと教えて、いぶきちゃんのこと。いや、もういいだろ。少し話しすぎた。これコーンスープどう思う？甘すぎなくていいな。あ、いえいえ、粉末のだけど。あったかくて美味しくできたね。焚き火のおかげだよ。焚き火か。よし、私次の目標を決めた。自分で焚き火をやれるようになる。ええ、あんたのことだからまた何かトラブルを起こすんじゃないか。それは頑張る。はるちゃんがだんだん頼もしくなっていく。怪しいな。
次は焚き火を覚えるぞ。だから二人ともまた一緒にブッシュクラフトしよう。やっぱりいぶきちゃんに教わりたいこといっぱいある。今度は焚き火に挑戦してできることを増やしていきたい。かすみちゃんも山で楽しいことを見つけられるといいんだけど。次回放課後サバガールは焚き火続く。スタジオコエミー。